決めたあの日からもう半年が経って、一人のまま。友達だってたくさんいるし、恋だけが全てじゃない。楽しいから、帰り道すれ違ってゆく恋人たちはみんな幸せそうで、君がいつも繋いでくれた右手見て切なくなった。不意に気づく着信表示された君の名前に時が日なんてことない。会話も仕草もまだ思い出せる。まだ何一つ忘れられないままだった。あんなに傷ついて傷つけて、それでも嫌いになれないんだね。どうしてこんなタイミングに、こんな弱い時に、備えてたものが溢れてしまう。何度も何度も何度も抱きしめてくれたぬくもり。幸せだった幸せだったのに、別れは切って手を離す。このまま気づかないふりすれば何もなく日常に戻れる。また同じこと繰り返す。¡Suscríbete